2009年1月27日生まれのあなたへと、その前にチャンネル登録をお願いします。この人は物事の根本的な原因や本質、理屈を徹底的に追求し、理論的に物事を考えるタイプです。最初から説明されないと理解できないこともありますが、知識が豊富で物知りな傾向があります。しかし、その知識は他の人にとってどうでもいいことかもしれません。自分が進む方向や場所を決める際に絞り込むことが重要で、絞らないと収集がつかなくなり、誤った方向に進む可能性もあるため注意が必要です。自分と他人の気づきを促し、他人の良いところを見つけ出して開花させるのが得意です。アイディアや知識を活用して他人に影響を与え、相談されることもあります。自分が気に入らないことは最初からやり直し、物事の原点に戻って理解しようとします。一から知りたいという強い欲求があり、徹底的な調査と深掘りに没頭します。物事の本質を見抜く能力と、知識を共有して影響を与える力が彼らの特徴です。しつこいようですが、チャンネル登録をお願いします。この人はエネルギッシュなパワーを持ち、周りを巻き込むことが得意です。変化を楽しみ、恐れずに新しい状況にのめり込みます。彼らの変化のエネルギーは周囲に影響を与え、人々を巻き込む力を発揮します。一度決めたことは誰が何を言おうともやり遂げ、周りの人を巻き込みながら物事を進めます。自分の心に素直で前向きな一面が際立っており、やる気があるときは集中力を発揮し、寝不足でも疲れていても突き進みます。しかし、やる気がないときは全く動かないこともあります。極端な2つの面を持ち、物事の変化を楽しむことが得意です。突然行動に出るため、周囲の人々は振り回されることもあるかもしれません。理解されにくく、プラスの思考を大切にすることで結果が見えやすくなります。変化を恐れず、楽しむことがこの人の特徴です。意外と料理が好きで、作ることも食べることも楽しみます。この人はマイペースで冷静沈着な性格です。自分のペースを大切にし、束縛を嫌います。周囲の状況に左右されず、信頼感と調和をもたらします。危険的な状況では存在感を増し、安定感をもたらす組織の中で頼りにされます。ただし、時には相手のペースや立場を考慮し、気配りが必要です。トラブルや失敗が成長の機会となり、乗り越えることでさらに成長します。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしくお願いします。